ユレルデュ・ボア h d 三十一コベントリー空港で展示されるユレルデュ・ボア h d 三十一ユレルデュ・ボア h d 三十一は1 9五十年代にモーリス・ユレルの高アスペクト比の主翼設計を用いたフランスの民間旅客機であるユレルデュ・ボア h d 十実験機でのテストによりこの主翼の実用性に関するユレルのアイデアが実証されフランス政府は これと同じ原理を適用した中距離旅客機の試作機2機の製造を講演することに合意した。これら HD31 と HD32 はその得意な主翼以外はあらゆる面で保守的な設計の機体であり、この2機の際はエンジンであったが後に同一のエンジンに換装され、元々の総垂直尾翼形式も後に、 大きな一枚垂直尾翼に変更された。この新しいエンジンと垂直尾翼を備えた機体は HD321.01 と HD321.02 と命名された。AL フランスは当初24機をコミューター路専用に発注したが、これらは製造される前にキャンセルされた。全国地理学会から8機の発注を受けた。この機体の主翼は、 空中撮影と空中観測作業に必要とされる長時間の対空と低速飛行を可能としていた。広範囲にガラス張りとされた機種と引き込み式の前輪を備えた。これらは HD-34 と命名され、1950年代末から1970年代半ばまで E 軍により運用された。アソシエーションでメカニジョンスパイラッツ D、エローネフス安水ン,ンで運用される。 飛行可能な機体が一機のみ現存する。コベントリー空港で展示飛行する揺れるデュボア HD31。ありがとうございます。